今回はですね、日産自動車ってあるじゃないですか。あの日産です。カルロス・ゴーンさんの日産です。実はですね、日産自動車の株式をね、私購入したんですよ。タイトルにも書かせていただいた通りですね。で、今回はその日産自動車の株を購入しましたっていうお知らせをさせていただきたくて、動画作成しました。はい。でですね、ちょっと前段になるんですが、カルロス・ゴーンさんが報酬額を虚偽申告したじゃないですか。で、そこから始まってコロナウイルスが蔓延してっていうところがあってですね、という大変な状況でですね、日産自動車は、やはり大変な状況になっていると思います。で、ルノーとの協業は続けるみたいで、車体の、共通化とか、いろいろ、工夫というか、検討を実施しているようですね。で、ただなんですけど、実際日産って将来どうなんだろうっていう、そういう心配は、やっぱりあるじゃないですか。大丈夫なのかなって思ってるんですけど、やっぱ心配じゃないですか。で、そういう、前途多難というか、前途多難な状況の日産自動車を、救うべくって、これ冗談ですけど、で、ホワイトナイトの私はですね、これも冗談ですけど、日産自動車の株を購入しましたっていう、そんな感じです。で、ちょっと話変わって、安く仕入れて高く売るって、あるじゃないですか。これ商売の基本だと思ってるんですけど、で、実際にビジネスを存続させて、さらにたくさんの人たちを幸せにするためには、本当に継続的に利益を出すことが要求されます。当然ですよね。で、これも当然なんですけど、この原理、つまり安く仕入れて高く売るっていう原理は、株式投資にも当てはまるんですよ。で、やっぱりこの安く買って高く売るですね、その株の場合は。で、少しでも少ない元手で、大きな資産を形成するためにはですね、例えばですよ、こういうふうに、やれ、経営者が報酬額を、虚偽申告したですとか、やれコロナウイルスが流行ったですとか、やれ、昔だと無資格検査とかありましたよね。この会社の場合は。そういった形でですね、窮地に陥った会社の株を買って、つまりそれも株価が下がった状態で買うんですよ。で、それも狙うは大企業。ある大企業があって、その大企業の株価が値下がりした時に、その値下がりした隙を狙って、安い値段で株を購入するんですよ。そういったことが必要になります。これじゃあ、悪は言ってんですかね。で、私、こういった方法でですね、そこそこの資産を築いてきたんですよ。で、私、基本的に株の売りつけっていうのはしないんですよね。株売ったことないんですよね。ほとんどないですね。はい。で、なんですけど、安く買って高く売ることを繰り返して、で、大きな資産を効率的に形成している人もいると思います。実際いますよね、そりゃ。で、なんですけど、私、そこそこの資産築いてきたということもありまして、私自身が持っている経験を還元する意味も込めてですね、日産の株を購入した理由っていうのを、ちょっと紹介させていただきたいと思います。で、実際、その投資が、その初心者の方々にもですね、ベテランの方々もなんですけど、参考にしていただければ嬉しいなと思います。でですね、合わせてですね、前に初めて投資をする方法っていう、動画も出したんですよ。で、投資の初心者の方々におかれましては、投資の初心者、もしくは未経験者の方におかれましてではですね、こちらの、動画、もしくはこれもノートの記事が、存在するわけなんですが、そういったノートの記事ですとか動画をご参照いただければと思います。で、私のコンテンツですので、そうだな、動画の直下に、ノートの URL を掲載しようかななんて思います。実際に、ノートの方に、動画もくっついてるんで、YouTube の動画も埋め込まれてるんで、そちら、ご覧いただいても全く問題ありません。はい、じゃあ本題ですね。日産自動車の株なんで買ったのってところなんですけど、はい、ですね、理由3つあります。で、1個なんですけど、まずカルロス・ゴーンさんが引き起こした事件なんですけど、これは、要約すると、次の通りです。実際の報酬額よりも少ない金額を自分の正式な報酬であるとして、虚偽の金額を申告したこと。で、これを私、今から言う解釈をしたんですよ。今からちょっとその私なりの解釈をお話しします。はい、その解釈っていうのは、
ゴーンさんの報酬を満たしていた日産自動車は、まあ、申告した分の報酬額に相当する売上や純利益よりも儲かる仕組みを構築してですね、それでビジネスを運営していた、まあ、こう解釈したんですよ私は。ゴーン氏の、まあ、報酬を満たしていた日産自動車は、まあ、申告した分の報酬額に相当する売上や純利益よりも儲かる仕組みを構築してビジネスを運営していた。はい、2回言いました。でここでちょっとあの、まあ、注意なんですけど、あの、まあ、私の中ではですね、まあ、正直日産自動車の中身ってどうなってるかわからないんですけど、あの、まあ、役員ですとか社長ってのは報酬額ってもらってるじゃないですか、まあ、報酬もらってるじゃないですか。でその報酬っていうのは、あの、売上ですか純利益と、あの、相関関係があるって考えたんですよ。企業ですと、あの、まあ、売上があって、そこからなんかコストとかいろいろ引かれるじゃないですか。人件費しかり、材料費しかり、で税金払って、まあ、純利益が生まれますよというところですね。でなんですけど、まあ、この純利益ですとか売上ですとかと、まあ、そういった、まあ、あの、まあ、ある金額があって、それに対して報酬額って決まってると、まあ、私仮定したんですよ。なので、あの、まあまあそうすると、まあ、実際申告した分よりも、まあ、カルロス・ゴーンさんの場合は、あの、まあ、報酬が多かったわけじゃないですか。なんか有価証券報告書だったかな、ちょっと、まあ、細かい書類の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、要は申告した額よりも実際に多い金額を稼いでた。つまりそれだけの、お金を、あの、日産が生み出せたわけですね、申告した分よりも、ね、要は報酬と、まあ、一対一で結びつく、まあ、売上ですとか純利益の額があって、まあ、実際申告した分よりも、まあ、多い金額を稼いでた、まあ、だから要は、あの、申告した分よりも、あの、儲かってたって解釈したんですよ。だったらじゃあ、なんか、まあ、日産自動車って儲かる仕組み持ってんだなって思う。まあ、私そう解釈して、それで、あの、まあ、それが、あの、まあ、理由の一つになったわけです。で、まあ、2つ目の理由。でゴーンさんが報酬を虚偽申告して、まあ、日産自動車の評判が悪化したじゃないですか。でさらに、あの、まあ、ダブルパンチなのかトリプルパンチなのか、あの、泣きっ面に蜂なのか、まあ、コロナウイルスが蔓延しましたよ。でそれで景気が悪化しましたよ。で、まあ、そういった状況ですので、あの、日産自動車の株価は最低値まで下落したなって思いました。ここが底値だ、こういう感覚ですね。この感覚を、あの、私抱いたので、これが、まあ、理由の2つ目になりました。でですね、まあ、3つ目、いや、株価下がっても回復しなきゃしょうがないじゃんってところなんですけど、私回復すると思ったんですよ。要は、あの、コロナウイルスが収まった後、景気が回復すると推測しました。あ、まあ、もしくはその、まあ、ノートの記事にはコロナウイルスが収まった後、景気が回復すると、まあ、推測したって書いてあるんですけど、まあ、正直なところ、コロナウイルスの場合は、まあ、コロナウイルスが完全になくならないとしても、おそらく、あの、経済自体は、あの、回復するんじゃないかって思ってるんですよ。あの、実際、まあ、あの、今も、あの、そうですよね、まあ、この動画を撮影した時点ですと、まあ、あの、東京都でですね、あの、また感染者がコロナウイルスの感染者が増えちゃったっていう状態なんですけど、まあ、でも経済回ってるじゃないですか。で経済をどの国も、あの、経済を回すことに注力していますよと。まあ、そういった状況になりますので、まあ、おそらく、景気は回復する。ひいては、日産自動車も回復する。と、私は考えました。はい。まあ、以上、あの、今お話ししたのが理由ですね。まあ、まあ、おさらいすると、理由は、まあ、一つ目が、まあ、あの、まあ、要は、日産自動車って儲かってるビジネス運営してんだな。あの、想定、もしくは申告した分よりも。で、二つ目が、あの、まあ、あの、まあ、日産の株価がめっちゃ下がった。で、3つ目が、まあ、景気は回復する。まあ、こういった、この3つの理由です。で、注意点なんですけど、これ注意点です。まあ、どうして、あの、自己資金と自己責任で行ってくださいってことです。で、まあ、私、いろいろなんか、まあ、日産自動車の株買いましたですとか、まあ、別の動画では、あの、初めて投資をする方法なんて動画も作っちゃったんですけど、まあ、実際の投資は自己資金と自己責任で行ってください。で、あの、まあですね、あの、まあ、私はですね、あの、まあ、ちょっとこの動画を、まあ、ご視聴になった方々が、まあ、ちょっと、あの、まあ、株投資して、まあ、なんか問題ですとか損失ですとか損害が起こったとしても、すいません、私は一切責任を負いません。はい。世の中は厳しいです。すいません、ご自身の資金とご自身の責任のもとで投資を行ってください。で、それで問題が発生しても、で、
いくら損害を出したとしても私は一切責任を負いません。申し訳ございません。はい、でお話は以上になります。はい、まあ、そうですね、まあ、この動画をご視聴の皆様におかれましては、まあ、チャンネル登録していただけると嬉しいですね。まあ、あとはその、まあ、私日産の株主ということもありますので、まあ、日産の株を、まあ、こう日産の車ですね、まあ、株も嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、日産の車を購入していただけると嬉しいですね。はい、最後に、これやっぱりノートの記事を動画にしたものなので、ノートの URL も貼っておきます。動画直下の説明欄に。はい、以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。